ブラックステインドカースオブザムーン2続きやっていきましょうか。全員が暑さでなんかやられてるかのようなね、今絵が描いてあったけど、さてステージ6、果たして問題なくいけるのか。あ、これは登れないか、大丈夫か。これ敵でしょこれかわいそうにつっつくだけで終わってしまった。これ取れるのかな。あ、今取れたのかな、音が鳴ったから。さてだんだんと終盤に近づいてるとは思うんだけど、倒した。うん、あ、どうなんだろうな、今空中でも切り替えられたけど、空中で切り替えて、まあ、その前にホバーやってたら、ハチのホバーをやってたらどうなんだろうな。うん、まあそのまま起こしてるだけか。え、これ左上行けってなってるけど、これ今多分通れないんでね、別のジーベルという一作目に出てきたキャラクターがいないとね。多分だけど上の方を見ると4人分のキャラクターのさらに右側に、まあ、4マス分枠があるけど、多分これは2プレイ用のものだと思うので、多分いっぺんに全部のキャラクターは使えないんだと思う。多分これクリアし終わった後に次のプレイまた変化があるのかなって気がするけどね。これ下の方もやじ、あ、これいけるのかな、8だどっかだバカだ8でいけるのかなとか言おうと思って、そうこうしていたら普通に落下してしまってる。いやー、初手から痛いミスを。そしてあれ戻ってくるのは倒しましょう。あー、危ない危ない、今また落下しそうだった。でも8で行くと多分引っかかると思うんだよね、途中でね。まあでもせっかく残月の犠牲があったので、まあそうだよね、そうだよね、うん、まあそうだな。ちょっとここは全部またキャラクター復帰させてから進みたいと思います。さて同じ場所まで戻ってきました。いやー、序盤から間抜けな倒され方したけど、まあそこも、おっと、これ壊せるね。ちょっと待ってくれよ、何あれ、このタイミングで倒せた。おっと、さらに何かやってきた。あー、今ダメージ受けてるキャラいるから、それにハート取らせればよかったな。先に壊すことはできた。うん、なるほどね、こういう風な使い方がある。一気に倒せばなんとか衝撃波は出る前に倒せる。あー、あの上はどうやっていくんだろうな。特に壊せないんでね、となるとあれもジーベルがいないと取れないかもしれない。なんだろうな、右側にいるあの敵。あー、びっくりした。こうか。特に上まで潰されるような状況にはならないので、その点は助かってるけど。怖いな、でもなんか上まで全部行きそうなね気もするんだよね、どっかのタイミングで。まあしょうがない。まあでもあれでね、難易度が高いと、ああ、なるほどね、いいタイミングで行かないと。これ8で行けばよかったんじゃない。そしてここ行けるね、攻撃力が上がった。あーと、こっち側で取っておきましょう。というかこれがあるからこれ使ってけって話だよね。すごいダメージ食らってる。最後の一発はどうも射程距離伸びるのか、なんかダメージが届いてるように思う、遠くまで。おっとおっと、これは行きましょうか。あーっと、他は回復など。
さらに右側はさすがに行けないか、まあ序盤のミス除けば問題なく進めてるように思う。結局これ何なんだろうな、この炎のやつは。チェックポイントというわけでもなさそうだし。で、あ、これ乗れないの、あれ、ちょっとちょっと待ってくれよ。まあでも時間内に進めって話でね、これね。大ジャンプがあれば案外いけるのか。またここ8で行くって言ってもね、あるしで、サイドのところ時間あとわずかや。あー、なるほどね。ちょっと一旦待った方がいいんじゃないか。で、右上は多分無理だと思うので左上行きましょうか。そう、まあこれももしベテランだったら難易度今のでダメージ受けて吹き飛ばされていたはず。間に合うか。あれは、あ、違うな、行かざるを得ないか。まあ、そこまで食らっても辛いことにはならないけど。今食らったね。さて、ここまで来てこれ倒して、これも右上行けないので、でちょっとだけ止めておきます。さて、まあこのポーズボタンやるとこんな感じの画面になるそうです。一応さまざまあるけど、まあ、ステージセレクトもあるんでね、ステージ選んで戻るとかも可能だから、戻った後はさらにこの早いというか奥の方のステージには戻ってこれないはずなので、前作やった限りは。ハート取り逃したものを取りに行くのは難しいんでね。あ、偶然偶然かわして攻撃当てることができている。これ使えって話でね、何度も言ったけど、危ない危ない。全員マックス。うわ、そういう攻撃すんの。んでも今ダメージ受けてない。あーっと、ボタン間違って押してる。押し癖がついたか。あー、失敗してる。今回は結構ダメージを受けてしまってる。今度は右上角に追い詰めて。いや、でも上も行けないか。ここの隙間も通れないので、結構今回ステージが複雑のように思う。うん、全然意味なかったな。しかも結構ダメージ与えないとダメ。8で行くか、それともまあ即座に壊れるわけじゃないからいいと言えばいいんだけど、多分こういうことか。ここで暮らせってことか。で、こっちはこれでダメージを与えていく。あう、素直にこれ使っとけって話だったね。回復済ませて、こっちも回復やっていきましょう。もうそろそろでしょ、ボスは。到着かな。いかにも仁王像があってボスがいそうな。いや違う、いないぞ。使えそうな技は、あー、ジャンプができてない。あー、なるほどね。今度動きが動きが変わって、ちょっと待ってくれ。あー、何そんな卑怯な動き。ちょっと危なかった。今 HP が1ポイントまで減った。残月の方
だがこれさえあれば問題なく耐久回復可能。そこまでウェポンポイント使わないんで6ポイントか使うポイント。右下はちょっとこれ通れそうだけど行かなくていいかな。あーダメだダメだこれ。あぶ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 倒したかな。いやー思った以上に辛いね。まだ出るの。下もさらに出そうな気がするけど、まあそれそうだよね。これ難易度ベテランでやってどれぐらいの人がクリアできるんだろうな。少なくとも自分はやりたいとも思わない。うん、これは遠くから撃ってればいいだけなんで簡単でしょう。回復やっとくか。さすがにもうボスだと思うんで。いや違うぞまだまだまだ。あー危ない危ない、あれ取ろうとしてダメージ食らいそう。今なんか投げたけどあれ早く落下してくんないかな。ここで一旦休憩もできるけど、いや休憩した方がいい。あー失敗する、ちょっと待って。いやー上厄介だな、うろそろうろそろとこれ出てこられたら。あー強引でもいいからとりあえず行ってしまって、回復回復、それそれそうなる多少は分かってはいた。まあ、多分右上も別のキャラじゃない。あ間違えて危ない。右上も別のキャラじゃないといけないと思う。じゃあ行きましょう。うわちょっと待ってくれ、モアイ多分浮き上がってくると思うけど。こうか。打ててないか。うん、やっぱり上の方を攻撃するのとかそうしたものそうしたものがないと厳しいね。一直線よりかね、角度をつけて攻撃できるものがあった方が助かる。危ない。あーっと大丈夫か。回復、いかにもここで使えって感じなんだけど届かないかな。こうか。いやーそうだよねそうだよね、かかってたけど最後の右行ったのは失敗だったな明らかに。8か、そうなると。もしかこれ少しこの下がってもらってそれから行けっていうことかもしれない。どう考えても上のはまあなんか落ちてきそうだね。これでも頭ぶつかんないね。引っかかるとぶつかるは違うのかな、また考え方が。あーなんで武器切り替わってんのこうか。今のが全部当たる。
これ全部いけるでしょ。これ強い技使うと多分モアイの下に落下しそうなんで、通常で。あ、これ取りたいね。外してるものの見事に。あー今の当たんの。あと少しなんだけど、これが足んないんだもんな。残月いないままいけるのかどうか。できればやり直したい気はする。うん、攻撃届いてない。ここら辺やってこられると厄介。どうする。一気にいってしまうか。 HP 回復欲しい気もする。あー、これキャプテンキットのところ、まあ、キャプテンキットじゃないか。なんかキャプテンキットって言っちゃうんでね、あのギャンブル系のあのキャラクター。多分100万ドルキットって言いたかったんだと思うんだけど、一作目でもなんかキャプテンキットって言ってしまってね。なんか Google で検索すると、画像検索すると、全く自分の想像していたものと違うものが出てきたんで。これ違うの、これ上に乗れってことか。あ、なるほど。あ、違うか。上に乗ってあれか、上のやつを狙えってことかな。どういうこと。この段階では乗れないんでね、多分。いや、わかんないわかんない。どうすればいい。これ壊せんのかな。あ、壊せんの。なるほどね。多分あれ上乗って、上行ってなんとかしろってことだと思うけど。ああ、上なんで今乗らなかった。見えてなかった。これはちょっと一旦全部倒されてまた進みたいと思います。一旦回復アイテムを出したい。まずこっち側壊せたと思う。これは壊せるね。なんだろうな、下の方から。これか。これを壊しきらないとビームが出るのか。めんどくさいめんどくさい。そして分かりにくい。こっち側、あ、なんかビームやってきたね。今復帰しなかった。じゃあ倒すの諦めるか。素直に登って強引に倒した方がいいでしょう。届かないんだけど。これ使って、あ、ジャンプしないとダメだった。ジャンプ真ん中浮いてる間は、浮いてる間は地面に立ってくる敵の技、あれは無視して大丈夫なんでね。そう、今の外す。早く倒さないとダメ。あー、これなんでこれ HP 見れないの。隠れてんだけど敵に。ジャンプしない方がいいのかな今のところ。難しいね。これも届かない。なんだこれ、ボケとしてんねん。あー嘘、何それも、なんか当たり判定あんの。動いてる。一気にどこまで持ってける。あー今ジャンプしたかっただけなんだけど。
あと1回ぐらいしか出せないぞこれ。これでダメージ与えるか。あー届いてない。あー届かなかった。どれでいけってんだ。これでいこう。これいけんじゃない。もう強引に終わらせましょう。最後何かやってくるはず。今無敵か。あー無敵か。時間経過で切れてしまったが、なんとか無事クリア。まあクリアできたからいいでしょう。今あまりいい勝ち方だとはね思わないけどね。というわけでさらに次のルートまた次回やっていきたいと思います。また次回ご覧ください。ではでは。